はい、こんにちは。沖縄おばばです。今日のランチはあいつものね、えー、天然工房のパン屋さんのベルツリーのパンのお惣菜パン。はい、ミニお惣菜パン2種類と、あと、レバグリーンさんのね、コーヒーでーす。はい。今日も手抜きです。はい、すいません。ちょっと作りたくない気分なので、<laughs> すいません、手抜きランチです。はい。 はい、今日のお昼の雑談ですね。はい。いろいろね、あのー、コメント欄でね、いろいろこう、コメントしてくださるんですけど、えー、まあ、いろんなね、えー、情報があります。はい、えー、皆さん、お子さんにはね、くれぐれも練り物を食べさせないでください。はい、あまあ、理由はね、いろいろあるんですけど、 まあ、一つね、えー、ある、あの、外国に住んでる視聴者さんから、えー、なんていうのかな、ご報告がありまして、えー、ちょっとか,かなり、かなりていうか一週間ぐらい前のね、動画なんですけど、えー、そこのコメントで、えー、クラスのね、子供たちのね、半分ぐらいがね、えー、練り物食べたということなんですよ。それでね、その、練り物のね、食べたうちの半分が、 ああ、具合が悪くて休んでいると。はい。そして、そのうちの一人は、ちょっと、なんか、本当に具合が悪いみたいですね。はい。えー、まあ、そういう感じで、えー、大変なことになっています。はい。えー、練り物はお子さんにはやめといた方がよろしいかと思います。まあ、大人もダメですけどね、基本的には。はい。そういうことです。 で、えー、今日ねあ、一応下にニュース貼っときます。えー、ニュースでね、KM バイオロジックスのね、あのー、例のね、え不、ー、活化ですね、不の活のね、かですね、の例のあれがね、えー、出たというニュースがありました。はい。えー、しかしね、すごいび,び、びきもんなんですけど、一体何の、何の、 あれで作ったのかなって、何のウイちゃんでね、作ったのかなーって思います。はい、何のウイちゃんでね、作ったのかなって。はい、未だにね、おかしいのは、あコロアンティーナのね、ウイちゃんがね、まだ、あのー、見つかっていないっていう話なので、どうやって作ったんだろうってすごい思いまして。えー、まあ、すごいね、そこら辺なんか、 ああ、うーんって感じですよね。一体何を入れてるんだろうって感じです。一応試験段階では全くあのー、異常反応は見られなかったと。もしかして食塩水じゃかないかなって思ったりしてるんですけどね。はい。えー、まあ一人熱出したぐらいだという話なんですけど、一体どうやって作ったんだろうってすごい疑問です。はい。えー、まあ気をつけましょう。はい。 えー、安心できません。はい。えー、そういうことです。非常になんかいろいろな面でね、なんかおかしなことが生じてきています。はい。えー、そしてね、えー、まあこれも雑談になってしまうんですけど、まあ昨日もですね、なんか、大きなね、東京の方でデパートにトラックがね、突っ込んでますよね。最近こういうこと本当、本と、 本当に多いです。はい、えー。皆さんもね、あの、気をつけましょうね。あのー、いろんなことがね、あのー、おかしくなってきています。はい、えー。そう感じない方もいらっしゃるとは思いますけど、私が見てて、ちょっとおかし、おかしなことになってるなっていうのがすごくわかります。はい。なので、えー、皆さんぜひぜひ気をつけてください。はい。えー、お昼の雑談でした。はい。皆さんね、どうぞお昼楽しく。 いただいてください。私もいただきます。はい。それでは皆さんまた、ああ、ちなみにこの、あの、あれですね。エヴァグリーンさんのコーヒー。今日はアーモンドラテです。はい。はい。そしてこちらはビーフのパストラミと、あと、チーズバーガーですね。はい。はい。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでした。